アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社はアイレムのブランド名で商品展開を行っている日本のゲーム会社並びに映像制作メーカー。かつてななおは参加にアイレム株式会社を持ちゲーム開発に携わっていたがレジェンド・オブ・ヒーロー・トンマやゲオポリティク島における国家攻防論など発売中止に終わったファミリーコンピュータ作品が多く1994年に ゲーム開発から一旦撤退した。ゲーム開発を再開するにあたり、100%個会社として、アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社を設立。アイレム株式会社より、ゲーム事業、及び版権を譲り受けた。旧アイレム時代からの作品、大工の原産は、他にウェブアニメ及びコンシューマーゲームとしても、制作されている。2006年5月、東京赤坂に、 東京開発室を開設した。同年7月、通信販売サイト、アイレム横丁の運営を開始。2011年3月、東日本大震災など諸々の事情で開発中のゲームタイトルが開発中止と同時に、5月にアイレム横丁の終了宣言、サイト内のコンテンツの縮小。8月11日に、プレイステーションホームのラウンジの大幅な縮小が、 行われた。また、R、タイプシリーズ等、バーチャルコンソールプレイステーションストアにて、配信されていたソフトの大半が、配信終了となり、以前から提携していた、採用物産のパチンコパチスロ関連のソフトを、中心とした、事業展開に大きく、舵を切っている。2013年には、アプリ開発も行っており、2017年では、 パチンコパチスロ以外のソフトに開発協力として参加。みんなでスペランカーをはじめとするスペランカーの権利関係については、元アイレム社員が設立した、東西ゲームズへ配信元が移管された。2011年4月、九条和村一部のスタッフが退社。独立して新たにゲーム会社グランゼーラを設立した。代表取締役は、アイレム横丁の責任者を務めた。 泣くらつよし。これに関して、かつての関係者であり九条と交友関係のある稲葉敦氏が5月25日にツイッターでつぶやいたことで広まった。以前のアイレムの作品も参照。パチンコスロット関係公式サイトでは1998年から毎年4月1日にエープリルフール企画が披露されていた。年を減るごとに次第に壮大かつ派手なものになっていた。 2011年は初版の事情により中止となった。東日本大震災に伴う自粛と思われる。九条和馬在籍当時はこの企画のために前年11月頃から社内で準備を開始し、しかもかなり手の込んだものを作った年もあった。また登場したもののうちいくつかはアイレムのゲーム内で登場している。上述のアイレム横丁についても同様に、 ジョーク商品を紹介した。また、アイレイムはプレイステーションホームに多くのラウンジを設置していたため、それらの場所でもオブジェクトを書き換えたイベントが行われていた。企業系サイトがエイプリルフール企画を仕掛ける先駆けでもあると言われており、エイプリルフール企画を仕掛ける日本の企業系サイトがリストアップされる際、つぶらやプロ等と並んでたびたび大きく名が乗るほどであった。 中でも2001年のエイプリルフール企画であった架空の恋愛ゲームドキドキスイコデはアイレムのサイトコンテンツにもたびたび登場し2011年に現実のゲームソフトとして発売されることになった2011年エイプリルフール企画を主導した九条和真らが退社アイレムのサイトから過去のエイプリルフール企画のコンテンツが削除された2012年には エイプリルフール企画を再開したが規模は縮小され、2013年は全く行われなかった。アイレム横丁でもメモリのない分土器といった商品が売られていたり、東京ゲームショーに出展した時には、前述した実物大のトロットビークルを運搬してきたり、ルルブをもじった本、アイレムブルルンを配布したり、さらには親会社であるな、なおの得意分野であるディスプレイ、 アシュラの公開など、ギャグが多い。2010年の東京ゲームショーでは、通常のゲームメーカーとしての出展と、物販ブースへのアイレム横丁出展に加えて、飲食ブースで新作タイトル、絶対絶命都市4と金沢カレーをコラボレーションさせた絶体絶命カレーを販売。ケータリング専門業者への委託ではなく自社運営で、領収書には、 アイレムソフトウェアエンジニアリング株式会社のファンが押されていた。またこのカレーの販売についてはアイレムブルルンでも紹介されている。なお、スストアにてアイレムブルルンデジタル版が2011年1月27日に送還された。デジタル版には付録がついている内容となっている。上記のエイプリルフール企画をはじめアイレムのサイトの歴史はかなり長く。 このふるさと4コマ小唄は1998年より毎週追加更新され2009年1月18日現在500回を超える長期連載となっている。ほとんどの内容が社員の手書きによるものであり、その内容もアイレム横丁の物販特典や開発環境に関する内輪受けのものから2010年まで本社があった石川県や県独園に関するもの。 グッスンおよよや、スペライカー先生といった自社のキャラクターを題材にしたものなど様々であり、地味ながらも脈々と続くコンテンツである。557回目で、エンターブレインより連載をまとめた一冊の本として、発売の予定を告知する漫画が連載され、2009年7月1日に、スペライカー先生、アイレム初特選ふるさと4コマコウタとして、刊行された。 2011年3月に絶対絶命都市4の発売中止告知がなされた際、同名のページは開発者が綴る日記のコーナーとともに削除された。2015年4月にはアイルム秘密情報局という形で日記が再開している。ありがとうございます。